こんにちは。ピアノコミュニケーションコーチのまんみです。今日は、海のジャズバージョンの、練習を見ていただきたいと思います。でジャズなので、和音がこうテンションが入ったちょっと複雑な和音のところがあって、僕が今まで何度練習してきてもなかなかうまくいかなかったので、今日なんとか弾けるようにと思って練習してみます。でポイントは3つあります。で1つ目が、ちょっと複雑な音なので、それがちゃんとピッチ正しく歌えるかっていうことと、2つ目は、その正しいピッチで歌った後に鍵盤に、指が置けるかどうかですね。この指の感触の問題ですね。指の感触が、思い描いてる音と同じ場所に行くかどうかっていうことと、3つ目はこの鍵盤に指を置くときに、特に私は手が小さいので、無理をしちゃうと手が痛くなっちゃうので、そういかにこの鍵盤に指が馴染むかで、しかもそれだけ複雑な和音なので指とか難しいし、この白黒がねこう混ざってるわけなので、そこにいかにうまく、フィットさせるかどうかっていうのをやってみたいと思います。ではご覧になってください。今日は手元が見やすいように近い距離でカメラをセッティングしてみました。画像にある楽譜をご覧になってみてください。でここのところは右手の音が結構ね複雑なので、ここを端折って左手をそっと右手も今まで上と下の音だけで弾いてきたんですけど、この間の音をね今日はなんとか弾けるようにしてみようかなと思っています。で、その時に、大事なのが、まず脳がちゃんとこの音を一個一個理解してるかどうかなので、まず音名が歌えるかどうかやってみますね。だからシー、最初から言ってくださいシとか関節とか、これをとにかく、緩めて